皆さん、こんにちは。ニューオリンズ在住のジャズピアニスト、辻義隆です。この番組は、ニューオリンズの大きな魅力の一つ、食べ物にフォーカスして、定番料理はもちろんガイドブックに載っていないようなローカルレストランやご当地グルメを実際に行ってみて、味わった経験をもとに紹介するグルメ系ラジオ番組です。では、今回も早速、頑張、いや、頑張っていきたいと思います。辻義隆の 頑張ってますニューオリンズ第3回、うん、はいというわけで第3回始まりました引き続き頑んぼつスープについてお話ししていきたいと思うんですがその前に前回のおさらいとですねちょっと最近仕入れた豆知識をちょっとお伝えしたいかなと思います前回は えー、ガンボスープを実際ニューオーリンズで食べるにはどこに行ったらいいのっていうことで、えー、クリオール系の、えー、ホテルのようなガンボあカレーのような、ねえー、感じのやつはですね、えー、フレンチクォーターのレストランで、まあ、大体どこでも食べれますよと。で片やケージャン系、えー、つまり家のカレーみたいなねいわゆるごったに感が強い、えー、そのガンボは、えー、そういったですね、えー、ソウルフード。 とかを持ち帰りできるお店が、日本には何軒かあって、私のお気に入りは、ケイジャン・シーフードというお店が、の。ガンボがもとても美味しい。みたいな話をしました。そしてですね、豆知識なんですけども、第一回の方で、ガンボスープイコールオクラのスープとは限らないんですよっていうお話をしたと思うんですが、ガンボというその言葉の語源の、ま。あ ちょっとした知識なんですけども、ええー、と、どうやらですね。アフリカ語の金軍母、金軍母という言葉があ,あるみたいなんですけども、その金軍母が、いわゆるその野菜のオクラを指す言葉であって、えー、アメリカのそういった言葉とか、えー、文化とか、まあ料理とかがアメリカにまあ持ち込まれて、まあ、その金軍母、軍母が、軍母が、ガンボでな。 でえー、それがまあオクラのことだよとでだからガンボスープっつったらオクラのスープっていう、まあ、意味にも取れるんですけども実際は、えー、オクラの入っていないガンボスープもありますよということですはいでは、えー、本題の方にね早速行ってみたいと思います、えー、今回第3回目のテーマは、えー、じゃあ家で、ね、自分で家でガンボを作ってみようっていうことですでは 頑張っていきましょう。うん、願望スープが母乳の代わり <laughs> という、まあ、こんな歌ないんですけどね。あのえっ、ー、と「頑張スープは家庭料理だ」ということで、えー、私今回。 あるレシピをちょっと仕入れてままいりました、えー、このレシピはですね、えー、ちょっとしたなんかあの雑誌に載ってたあやつなんですけども、まあ、それは誰々さんのおうちのがんのレシピ公開みたいな感じのやつがありまして、まあ、それちょっと、あのー、仕入れてまいりましたので、まあ、ほ本のがんの作り方の一例としてご紹介させていただきたいと思いますははいではまず 最初にオイルルと小麦粉をを炒めてルーを作る、ね、これあの第1回で言ったかもしれないんですけどあの小麦粉とオイルで作るあオイルと小麦粉で作るのがケージャン系でバターと小麦粉で、ね、作るのがクリオール系だとか言ってましたけどもこれだからオイルなんで、えー、この願望はケージャン系ということですね。はいえー、そして次、えー、野菜この野菜はですねセロリ玉ねぎピーマンというね この3種の神器と言ってもいいこの,、えー、この3つの野菜なんですけどもありとあれゆる、えー、ニューオーリンズの郷土料理に、えー、使用されるんですねまあこれも少し前に言,言ったかもしれないんですけども、あのー、フランス料理のなんか手法だとか言ってでまあこの野菜を、ま、炒めるとはいそして次スモークソーセージやハムを炒めるとはいこれねソーセージって で言ったんですけどもこのねソーセージがもうやっぱりちょっと日本では多分あんまり味わったことないようなすごいこう味というか美味しいんですよもちろんね。でだからこのそうあの日本でね、えー、あんまりソーセージというかあのウインナーなんですよね。 ちちっちゃくて細いやつが大体一般に日本では出回ってると思うんですが、えー、このねアメ,リアメリカはまあ大体そうだと思うんですけどもどこでもスーパーで売ってるんですけどもあのぶっといソーセージがねとぐろ巻いたような形で売っててですね、はい、あのちなみになんですけど私の好きなブランドは WD と DD って書いてるあのソーセージがめちゃめちゃ美味しくて。 たまに買うんですけどもまあまあまあそのスモークソーセージ、まあ、これは出汁がやっぱこ,れここからも出るんですよねはいでまあハムを炒めると、はい、でスパイスですねこれ塩こしょえー、そしてクリオールスパイスという書いてあったんですけどもあのこのクリオールスパイスっていうのはまあ,あの日本ではおそらくまあちょっとなかなか手に入りにくいかもしれないんですけども、まあ、一体これ何を何かっていうとまああの あニューオーリンズの味塩コショウみたいな感じですね、あのー、そういったクリオール系のスパイスー、ね、ニューオーリンズで使うようなあの料理に使用するようなそういったスパイスがもう味塩コショウみたいな感じで、えー、ミックスされている、えー、そういう粉末のものがですね、えー、まあニューオーリンズではどこに行っても売っております、はい、でまあそのクリオールスパイスを使うと、はい、でそれでまあ炒めているところに ちょっとその前にですね下ごしらえでエビの頭から取ったスープを入れるんですねなんかだんだん美味しそうになってきましたね、あのー、エビの頭をガーッと潰してですね、あのー、お玉の裏ででそこをでも味噌とか何から何までこうガーッ潰して、えー、ぐつぐつ煮込んだ、えー、そしてこしたスープをそこに入れますでそこに 今回はシーフードですね柿とそのエビを入れますで、えー、月桂樹の葉を入れて20分煮込みますねもう出汁がやっぱ出てでね想像できますかねあのー、難しいですねやっぱりラジオスタイルというのはえー、で20分経ちましたで,でここちょっと僕びっくりしたんですけども次はですねこ,こ,この この方のガンボのレシピはなんですけども火を止めてえー、火をあ違うわごめんなさい火を止める前に鶏のレバーを入れるんですってねレバーとかやっぱ入れるとかもう本当にもうえすごいいろんなものがやっぱり入ってますよねやっぱ最高ソーセージハム、ね、エ,ビエビのスープにかきエビ、でレバーはいで仕上げにですねこのガンボフィレパウダー でこれもあのニオドのスーパーでは、まあ、大体どこにでも売ってるんですが、まあ、なんというかガンボの,あのもとでもないんですけどもこれをちょ,っとちょっと入れるととろみが、えー、ちょっとつくみたいですね、はいまあ、だからあのオクラの代わりにこれを入れているガンボもたくさんあると思います、はい、そして完成といやーまあこの料理のレシピを口で まあ頑張いや頑張ってえー、リスナーの皆さんに聞いていただいたわけなんですが、えー、いかがでしょうか家庭のごったに感あるがんぼ想像していただけましたでしょうか、うん、はいというわけで今回はがんの作り方ねあるレシピを ご紹介させていいたただきましたはい、次回はですね,ねあの、まあ、今回、まあ、リスナーの皆さんの中にはこうレシピをね、まあ、あの聞いて思ったかもしれませんがあのそんなこと聞いても日本で作れねえじゃんとだって調味料とかないですやんとねあの、まあ、そんなことを思う人がもしかしたらいるかもしれませんと。ですので次回はですね日本で も日本ででも願望をもしかしたら楽しめるかもしれないというねえまあなんかもったいつけてるんですけどもあのまあちょっとえ日本でも願望が食べれるお店があるよとかねえまあそんな感じのお話とかまあそれこそあのちょっと調味料ですよね調味料についてもえちょっとだけお話ししたいかなとか思っております。ははいでは次回も 頑張っいや頑張っていきましょう。ほなねー